ワンピースの強さランキング、テイクイットナウ。第10位、道化のバギー。配下にあのサークロコダイルや鷹の目のミホークを従えて、クロスギルドって海軍狩りの会社まで立ち上げちゃった。お情けで4校に入っていたので、お情けでトップ10にもランクインしてみたよー。第9位、イム様。未だに謎多き存在だけど、自らの意志で島を地図から消し去ることができるくらいに強力な力を持っているよ。まさに世界を牛耳る王と言っても過言じゃないね。本日発売の週刊少年ジャンプでワンピースが連載再開。新たな情報が出てたらいいね。第8位、黒ひげマーシャル D ティーチ。4校の威嚇にして、あの白ひげの能力を奪ったとんでもない男。その実力は未知数で、まだまだ隠された力を持っていそうだよ。巷ではラスボスになるのではとも言われているね。第7位、麦わらモンキー D ルフィ。さすが主人公、並み居る強豪を押しのけて見事ランクイン。最近は太陽神2価の力も使えるようになって、ますます強くなったんだって。アラバスタやドレスローザの国民からの組織票は省かせてもらったよ。第6位、赤髪のシャンクス。4校の威嚇にして、あの五老星にも一目置かれる存在。最近ついに隠された力の一端を明かして、ルフィのライバルであったキッドを瞬殺したよ。本気を出したシャンクスとルフィの対決にも期待できるよね。第5位、海賊王ゴールドロジャー。ご存知、海賊王にして大海賊時代の幕開けとなった伝説の男。数々の死闘や激闘は今でも語り草。時代を作り全てを手に入れた男が堂々のランクインだよ。第4位、集英社。ワンピースの権利を使ってありとあらゆる金儲けを企ててるんだって。編集者がエロ漫画を違法視聴していてもお咎めなし。ある意味一番自由な奴らだね。第3位、考察系 YouTuber。 何でもかんでも予想してこじつけ。その深読み具合はまさに見聞色の吐き使い。ワンピースを利用して収益を荒稼ぎしてる姿はまさに海賊だね。第2位、小田栄一郎先生。まさに全てが思いのまま、神のような存在。 SBS っていう質問コーナーで激イタ読者のイカれたノリに20年も付き合ってるなんて、武装色がないと耐えられないよ。そして堂々の第1位、読者。ワンピースをワンピースたらしめている存在。みんながいなかったら小田先生も集英社もご飯を食べられなくて死んじゃうよ。ということで、ワンピースの強さランキングでした。テイクイットナウ。